遠くあっち向いといて、はい、足を後ろにしたやつに、足をここに置いたら、もっともっとここ、はい、ほんで、まっすぐまっすぐまっすぐ、足はまっすぐで、そのままこれをここではなくて、この足をここ後ろに下がってあげる。後ろに下がる。はいはいはい。なんでこんなことしてるかって言ったら、この足の曲げ角度が、はい、ごっぺん上がって、ここに踏ん張っといて、この足ここを踏む。曲げ角度はどうなった？きつくなったやろ。わ、はい、かります？はい。はい、ごっぺん上がって。はい、そっから、はい、足を突っ込みました。はい、そのままこれを下げましょう。後ろへ。はい、ほな、曲げ角度は緩くなったでしょ。緩くって、鈍角になったでしょ。この膝の曲げ角度はきつければきついだけしんどいんです。だから、ここから踏ん張ったら後ろへ下がってあげる。で、きついな、はい、足はどこ？その足をどこへやる？この左足をここ。そこへ置いたら、この足はどないなる？次どこ置く？もしこれを置くんであれば、そう、もっとベッドキワキワ、キワへ寄して、この足を並べるだけのスペースを作ってあげれば、もっともっとちゃんと踏んで。前へ出してきて足を並べて、そう、はい、スペースできました。だけどこんな無駄なことせんだって、もっぺん上がって、この足を、はい、折りました、後ろ下がよう、はい、右足下ろそう、はい、ほんならそのもういっぺんこれ踏ん張っといて、この足を前やったらいい、ほら、はい、はい、ほんで足を、はい、置けます、わかった、はい、な、だから全部足を右左右左する必要はない、右右回り、左左回り、以上、はい。ここに来たときに、どこのラインを通ったら楽か、もうこのなんかでいとかなあかんや。だって、踏めるとこって、こことここと多分ここやねん。で、あそこでしょ、踏めるとこって。それに対して、ストックをどこに付いとったら、一回で済むかを考える。ここで、ここ行ったときに前へ付いとけば、このまま、一歩踏んだらそのまま押せるやん。はい、なんでそこは行くなんでここ、ここでしょ、足の置き場だって一番安定してるやん、はい、だってこう木のしっかりした木の根っこは基本的に踏んでも絶対大丈夫よ、はい、細いやつは知らんで、はいはい、でもこう、はい、でこれでこう、はい、ほら押せた、はい、ここは伸ばす、はい、添えよ、指は添えよ、はい、伸びてしんどいやろ、はい、もう一回ほら、ここって効くでしょ、うん、なだから理論上はこのこれが効かしたらええんやけど、こればっかりもできへんことがあるから倒していくこともあるんや。だけど理論上正しければこのままここない、うん、ならそのまま次立てて、また次ここ、ほんならここがスッと下ろせる、で下ろせる、はいはい、その時には違うわ、ここから今度ここへ飛びたいでしょ、うん、そうならストックは、あ、こうか、ああほら、こうかな、ポッペン戻ってみ、はい、それ何もなしで行ってみ、話で行ってみ、行こうと思うか、いや、しんどいやろ、ついといてみ、はい、ほら、そのためのストックやね、はい、だからまず足ありきやね、はい、足ありきじゃなかったらストックは間違える、うん、はい、うんはい、ここも立てるよ、あ、なるほど、ここだからこの突き位置もちゃんと見とかないと、だって前ついた時にはこう滑るでしょ、ちょっとここが分からへんわ、例えば残す足があって下ろす足があるとするやんか、ほならこの右足を下ろすんであればこれが正しいな、だけど例えば両方ついてこれもあるやんか、場所によってはだからそこから応用編にあるんであって、でここで立つのが難しいからついてあげる、で曲がっていく、降りていく、こっちを引くの、下ろす方の、下ろす方、違う、肘を畳むの、グリップは腰位置、はい、こうじゃない、はい、こう、両方ついたらこのまま、両方ついたら安定する、はい、全部つく必要もないんやで、はい、安定させようまた両方ついたほうが、登るときは上げた棒と反対、上げた棒と反対。
上げた方と反対、上げた方と、はい、すごい、すごい、すごい、もうすぐ、もうこれいらんやん、いつまでもこれいらん、いや、スキンやったらスイッチャーもやし、いらんやったら、だから中途半端にここがやったらもうダランとぶら下げるか、はい、もう力抜く、そう、え、そこついたらいいやん、あ、安定するやん、それで、いや、下ろしてから、下ろしてから、足下ろすんやん、そっちでも構わへんよ、はい、ボタボタ、はい、体これ寄せて、そこをグリップ寄せて、ちゃう、どこへ逃がすか、どう畳むか、ほら、はい、離れたらしんどいんや、だけど、この間あかんこともあんねん、だけど、理論上ここが楽やし、このまま火畳んで、そうそうそう、それが楽やろ、うん、うん、それを一応必ず見つけていくんや、ほんならすぐこっちや、もうこれ乗ったらすぐストック前やストックがいかへん、はい、なんでストック前、はいはい、でこれ足掴んだって、うん、これがあるからそのまま降りやるやん、ほらあこっちね、ほら行っちゃうね向こう、はいなはい、ストックっていうのは何回も言うけどあくまで支えないんだ、うん、ほら、うん、せーの、ほい、今は今軽かったやろ、うん、軽いってことは正解なんや、はい、うん、はい、せーの、ほら、うん、せーの、ほら、上がった、あ、いかった、あな、今、何があかんかったかって言ったら、うん、これだけで上がろうとしたから、うん、この足を全く使ってないから、うん、だから筋肉を使わへんかったら、あかんの、うん、で、ただ、筋肉ばっかり使ったらしんどいから、ストックを使うね、うん、その取っかかりやねん、ストックって、うん、もう一回、こんな練習からせなあかんねん、はい、あかんの、ほら、あかん、足使ってない、足使ってない、全然足使ってない、足使ってない、全然足使ってない、脚力をもっともっと使わないと筋力がないんじゃないんやんか、みんな使ってないだけ、使い方が間違ってるだけ、そうですね、つま先残してスネアリングした、そのまま、はい、肘たたまんかいな、今回せーの、押してあかん、それは筋力で上がらないとあかん、 OK、 はい、せーの、あ、まあ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 、もう一回、足ほら、その上がるときに筋力使いながらクッと押してあげたら上がるんや、はい、難しくないよ、これが練習やから、はい、せーの、グリップして、あ、よし、痛い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 、はい、今回って、はい、同時にすることが必要なんや、はい、パン、はい、ほら、おい、ほら、1点、はい、はい、ほら、ほら、はい、あかん、今でもフラフラ、そこでフラフラする何かってまだまだ足が使えてない、ほら、いって、はい、ボン、ボン、はい、ほら、軽いやろよかった。